か、しっかりと確認しましょう。 RFA ジャパン所属です、加藤拓海選手です。ハーフ自己ベスト1時間3分57秒という記録を持ち、加藤拓海選手、そしてもう一方です、鈴木恵里選手です。よろしくお願いします。鈴木恵里選手はどこだ。鈴木選手、今年の東京マラソンも2時間41分59秒で完走されている能代山本立教に所属。鈴木恵里選手、加藤選手、2名のランナーが招待選手としてエントリーされます。さあという中で、少し予想していた天気よりも肌寒く、あの小さなミストが空から落ちてきているような、そんなコンディションになっています。まあ今日は逆に暑くならずにというところでいいかもしれませんので、皆さんこの辺りはプラスに捉えて、ただ空気も乾燥している季節になっています。ミストが落ちてきているとはいえ、しっかりと水分補給の意識を持っていただいて、楽しいレースにしてください。市長にご挨拶させていただきたいと思います。木村坂東市長です。皆さん拍手をお迎えください。はい、皆さんおはようございます。元気ですか。ぜひね、皆さんの元気で、この地域そして日本を元気に、今日は皆さんの素晴らしい走りを期待しております。よろしくお願いします。ありがとうございます。いい市長だ。挨拶短いのが一番いい市長です。ね。ね。さあという中で、今日は気温が先ほどチェックすると最高気温が11度という予報になっています。なのでこれからあまり気温が上がってくるイメージはありませんけれども、そのあたりをしっかりと、こう頭に入れながら、ただ走ってると体が温まってくると思いますので、ぜひ今も皆さんちょっとあのジャンプしたりしながら体を温めて、今一度準備備えていただければと思います。スタート2分を切ってます。スタート残り1分50秒です。さあということで第33回となります。坂東市まさかのハーフマラソン大会、今日はもう1000年以上の歴史を誇っています。まさかの祭りもこの後午後行われますので、ぜひ今日は一日この坂東市を思いっきり堪能していただければと思います。さあスタート1分半前です。さあ緊張感が漂ってきました。ぜひ皆さんフィニッシュされるときは、あの笑顔でバンザーイでフィニッシュしていただければと思います。スタート1分10秒前。ランナーの皆さん、いっぱい練習して今日レースに臨まれていると思います。もうレースに臨まれているあなた、それだけで僕はリスペクトしてます。スタート1分前です。さあそれではちょっとテンション高めていきましょう。前後左右知らないランナーでもいいです。お互い頑張りましょうのハイタッチしてください。どうぞ。いいですね。そうです、共にどこでね、練習は一緒にしてませんけれども、みんな頑張って今日のレースに臨む人たち。スタート30秒前です。さあそれでは沿道の皆さん、今から自分との戦いに出るランナーに期待の拍手を届けましょう。スタート15秒前です。押し合わないようにそのままの笑顔でスタートしてください。10秒前、1について。そうそう、帰らせて。いいね、いいね、行ってらっしゃい。あの、同僚でそうだよね。ランナーの皆さん、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。市長と一緒にお送りしてます。行ってらっしゃい。リーダーちゃん、だけ何
行ってらっしゃい。出来上がろう。行ってらっしゃい。思ったより寒いね、みんな。行ってらっしゃい。その分野菜が美味しいから。行ってらっしゃい。豚汁が待ってます。豚汁が待ってます。頑張って。じゃあみんなで手を挙げていってらっしゃい。あ、行っちゃった。行ってらっしゃい。いいね、いいね。行ってらっしゃい。あれどこね。さあこの後は Thank you.